かりんちゃんがお布団に入るところをチャイは見た。風を送るといういたずら。おー、なんか涼しい。そして入り口を塞ぐといういたずら。あれ、入り口がない。あれ、どこから入ってきたんだったっけな。おー、楽しい。ちょっとチャイちゃんなんでしょ、乗っかってるんでしょ。よし、タイさん、ちょっとチャイちゃんどけてよ。よし、落ち着くぞ。まずは我慢だ。その時チャイは、テーブルを支えるこの木というのは素晴らしい技術だよね。待てばきっとチャンスはある。倍返しだ。その時チャイは、もう最高この紐遊び。そもそもこの紐を作るという人間の技術力。